こんにちは、Fスタの丸山です。このチャンネルは映画、音楽を通して頭の中のぼんやりした部分を表現していこうというチャンネルでございます。今回ですね、クライムズ・オブ・ザ・フューチャーネタバレありレビューでございます。デッドゾーンとかビデオドローム、フライ、あとはクラッシュとかね、その辺のなんだろう、まあホラー周りでおなじみのデビッド・クローネンバーグ監督でございます。今年80歳で、新作ということでね、僕も初めて劇場でクローネンバーグの作品見ましたけども、いやーすごい体験でしたね。はい、っていう感じでカンヌでなんか上映されたそうなんですけど、立石者の人が続出したというところでね、結構問題作みたいなところもありまして、まあクローネンバーグ、まあそういうところ、まあいつもあるなと思ったりするんですけどもね。音楽もね、まあロード・オブ・ザ・リングだとか、まあクローネンバーグ作品、まあいつもやってますけども、ハワード・ショアでございます。はい。まあこの人の音楽もやっぱ、まあいつも通りの感じで、まあ素晴らしかったし、あとはクローネンバーグ作品といえばね、特殊技術というか造形ですね。なんかグロい、クリーチャーとかが、まあ大体出てくるんですけど、キャロル・スピアですね。この人が、まあいつも通りやっておりますと。いうところでね、いやこれはね絶対おもれえだろっていうところでね、見に行ってまいりました。あと予告もね、とんでもない世界観だっていうところで、全く内容がわからない予告見ただけじゃん。はい、ただただやばいビジュアルがねどんどん出てくる、絶対面白いじゃんという感じでね、見に行ってまいりました。わかんない部分かなりありますっていう感じなんで、まあかなりざっくばらんになると思いますが、ここからねネタバレありでレビューしていこうと思います。はい、で見た方ねコメント残してもらえたら嬉しいなと思います。はい、で見てない人はですね、好きなねクローネンバーグ作品の話とかしてもらえれば嬉しいなと思います。でそれじゃあやっていきましょう。まあ、ネットのねレビューとか見た感じね、裸のランチとクラッシュをなんか合わせたような作品だという感じでね、まあ、確かにそうだなっていうところがめちゃめちゃありましたね。はい、というかクラッシュ要素みたいなものがかなりあるかなというね、まあ、変態というか性的趣向のなんかオンパレードというかね、なんかそんな感じがありましたね。あとビゴモーテンセンですね。後期のクローネンバーグ作品ね結構いろいろ出てるなというイメージでね、まあ僕としてはイースタンプロミスですね、これがめちゃめちゃ好きでね、めちゃめちゃもう多分ビゴモーテンセン史上一番かっこいいビゴモーテンセンが見れる作品だと思いますけども、まあそんな感じでねいつもの座組でございますという感じで、レアセドゥは初めてか。はい、レアセドゥも僕好きな女優さんでね、まあ隠しきれないこのセクシーさみたいなものがありまして、うまいし普通にそういうね特徴もある女優さんなんで僕は好きな女優さんですね。はい、ストーリーを沿ってねやっていきますとですね、まあ最初はね浜辺のねファーストショットから始まっていきますと、はい、もうアート映画の、画角というかね、少年が家に帰って夜ね歯磨きしてると突然ねプラスチックのゴミ箱を食い出すっていうね、何っていう、もう序盤がもうわけわかんなすぎてね笑っちゃいましたけどね。てかまあ前編ねわけわかんなすぎて笑っちゃうんですよ。ビジュアルイメージがぶっ飛びすぎててね、はい、これもすごく良かったですね。やっぱあのクローネンバーグはビジュアルイメージとあと超哲学的な内容みたいなものが、まあそういうどっちかに偏ってる作品が多いと思うんですけどね。まあそんな感じでね序盤は結構ビジュアルイメージで押していくという感じでしたね。子供がもういきなり殺されちゃうんですよね、お母さんにね。はい、もう、何が始まってんだっていう感じがありましたね。うん、かなりショッキングな冒頭でございましたね。で子供がね、殺されちゃったと思うとその次のカットでいきなりわけわかんないなんか心臓みたいなものが出てくると。はい、ビゴモーテンセン演じるソウルがねそこで寝てるんですよ。よくよく聞いてくとね、この世界が近未来で、でそのなんか心臓みたいなやつはベッドだったっていうのがわかるんですけど、もう何なのっていうね、本当にわけわかんない、すごすぎる。本当に何頭の中のイメージをそのまま映像にできるっていうのが、マジですごいなというねところですね。ビンビンです。もう開始5分でめちゃめちゃビンビンな映画だなという、
ところがありましたね、ちょっと話が進んでいくとね、近未来の人間はねちょっと進化してて、この時代の人たちは痛みを感じない、そしてソウルは新しい臓器ができる、なんか病気にかかっているというね、というのがわかります。もう本当に、マジでついてくのに必死、この辺りですでにね。だしもう聞いたことないワードがねガンガン出てくるんですよ。お客さんとか気にしないでねガンガン進んでいきますね。この置いてかれる感じがねすごく気持ちいいです。はい、ソウルがねご飯を食べるんですよ、朝起きたら。はい、そうするとね、なんかポスタービジュアルにもなってるけど、その訳がわかんないあの椅子ですね、ブレックファスターチェアです。あれに乗ってさ、もうなんかガコガコ揺れながらこんなってめちゃめちゃ飯食ってんすよね、あれで。絶対食いづらいじゃんとか思いながらね、なんかこっちの方がいいらしいみたいなっていう感じでね、もう本当にビジュアルイメージがぶっ飛んでますね。はい、あとサークってあの手術台かな、解剖システムか、あれが出てきますけど、あれの造形もわ、もうすごいもうすごいとしか言いようがないですよね。だってあのアームね、あのアーム骨にする必要ないもん、わざわざめちゃめちゃかっこいいわ、あれすごいなという感じ。もう一見して常人の域を超えてるなというところですね。はい、もうビジュアルだけでもすごいですね、この作品。あと耳、イヤーマンですね、イヤーマンもすごい、もう超どぎついビジュアルでしたね。見るのをやめろみたいな、で喋るのをやめろみたいなことを言ってたかな。で、聞くことに集中しろみたいな感じのことを言ってダンスするっていうね。事前のビジュアルとか見てた感じね、もっといろいろ出てくるのかなと思ったら、あそこの一瞬だけだったっていうのも、なんかあんぐらいの強烈なビジュアルはね一瞬だけでいいかなっていうところはありますよね。はい、いや、いいビジュアルでしたね。レアセドゥ演じるね、カプリースですね、元医者でして、この人と2人でね、パートナーでパフォーマンスアーティストをしているというね、ことが分かってきますね。はい、でパフォーマンス何をしてんのかっていうと、体をかっさばいて、で臓器、その新しくできた臓器ですね、それに、事前にねタトゥーを施しておいて、それをライブで、臓器を取り出す、パフォーマンスをするっていうね。あー、これはクローネンバーグ見てるなーっていう感覚をむちゃくちゃ覚える、設定になってましたね。はい、でそのさっき言ったね、そのパフォーマンスのシーンがねあるんですけど、このシーンがまたね完全にセックスなんですよね。はい、うわ出たと思って、あ、これクラッシュだっていうね。まあ、クラッシュっていうのは普通のセックスというか、普通の性的興奮みたいなものに満足できなくなって、交通事故でしか興奮できなくなった人たちを描いてる作品なんですけど、そういうね、そういう感じ。今作で言うと、痛みがなくなった世界ですね。その中でもう普通のセックスっていうのがもう、廃れてるというか、もうほぼもう古風なものみたいな感じになってるっていうところで、より刺激的なものを求めて、結果こういうパフォーマンスに、性的興奮を覚えるようになったっていう、世界観になってましたね。いや、これはねバキバキにとんがってるなっていうところですね。っていうのもあるし、劇中の人たちからするとアートを生み出してる感覚らしいんですよね。っていうのを考えるとですね、やっぱその映画自体のメタファーなのかなっていうのを感じたりしますよね。でさっき言ったね、ブレックファスターチェアとかね、結構ご飯食べるのに結構苦労してる、苦痛に耐えながらご飯食べてるように感じる。まあご飯食べてるところは制作してる段階、映画というかアートを作ってる段階で、でなおかつそのまさにそのままなんですけど、インプットしてる状態ってことですよね。何をアートとして生み出したいかっていうのを模索してる状態っていうのが、ブレックファスターチェアでの飯を食ってるシーンだったのかなと思って、でそう考えるとこの体を切ってね、作品を生み出すっていうところも、それもかなりクローネンバーグらしいねやり口だなとも思ったりしましたね。で物語が進んでいくとですね、最初ね殺されちゃった男の子ですね、それを解剖しないかみたいなね感じになってきまして、主人公の2人が死体をショーで解剖するっていうのをなんかちょっと抵抗をね示してまして、なんか暗黙の了解があるのかなと思ったりして、なんか2人の中では生きてる人同士がやるからこそ意味があると思ってるのかなと思ったりしましたね。やっぱセックスだしアートであるっていうところを考えるとね、生きてる者同士である必要があるのかなと思ったりしました。で死を扱うことについてちょっと躊躇していると
という感じですね。死を冒涜していいのかみたいなところがここであったのかなと思ったりしました。で、この少年がね、プラスチックを食べる少年だっていうのが分かって、こっから急にそのなんだろう、人類の進化、まあ、そこまでちょいちょい人類の進化の話はしてたけども、今の地球の問題、食糧難っていうところが急にこう出てきて、今の映画なんだ、ちゃんと今の映画なんだっていうのを急にめちゃめちゃ感じましたね。ツイストみたいなところはやっぱクロネンバーグさすがだなというところでございます。はい、プラスチックを食べれればね、食糧難から解放されるっていうね、感じになっていきますね。これはまたね、ぶっ飛んでるなと。最近ね、昆虫食みたいな、虫をどうにか食べれるようにして、食糧難をなんか脱しようみたいなね、研究もされてたりしますけど、そこをもう飛び越えたいやいや、プラスチック食べれればもうどうにでもなるじゃんっていう、かなり飛んでる設定ですよね。食糧難もそうだし、それが解決したらなんかその貧富の差も結構縮まるのかなとかちょっと思ったりしましたよね。これはかなり画期的な発想だなというところ、まあこの作品全編に通して言えることだけど、そういうのを感じましたね。とてつもないですね。男の子をね、解剖するという風になりまして、で、実際に男の子をね、解剖してみると、臓器もね、結構真っ黒で、まあどう見ても毒されてる感じがあってね、まあ無垢なね、何の罪もない少年、殺されてしまった少年の中は、お父さんの策略によってプラスチックを食べれる人類として生まれた息子なんで、人間の業というか人間が持つ罪みたいなものを背負わされてしまった子だったんだなみたいなのが、ちょっと感じられた気がしますね。はい、で最後ですね、ビゴモーテーセンソウルがですね、あのチョコバーをね、あの毒入りのチョコバー、プラスチックを食べれる人間にしか食べれないと言われてるものですね、これを食べて、食べれるようになって終わるというね、また進化して終わるというね、わからん、まあ、アートを生み出す、苦悩を描いてる作品であるし、その環境問題も、訴えかけてくる作品だったと思いますね。だし、あと最後の着地としてはポジティブな終わり方なのかなと思ったりしますね。その人間の進化っていうものを、なんだろう、肯定してるというか、まだまだ人間は進化できるというか、まだまだ人間やれるっていうのを、見せて終わったラストなのかなっていう気がしてますね、僕は。いや、難しいよ。はい。ちょっと難しいし、わかんないところかなりあるんで、結構、バーッと喋っちゃいましたけど、そんな感じでございます。はい。でも、なんか、バランスは今回、面白いバランスだったなと思ってて、さっきも言いましたけど、クロネンバーグってその、超哲学的な作品と、あとその何、造形とかフライト、まあスキャナーズとかもそうかな、なんか造形がすごい、ビジュアルイメージが超突出してるみたいな作品があったりして、まあどっちかだったんですけど、その両方がなんか合わさってる作品だったなって気がしますね、今回は。うん、だからその80歳にしてまだ新しいことをやってるなというねところですね。はい、クロネンバーグでしか見れないビジュアルイメージを見てると、想像力っていうのをやっぱもっと働かせないとダメだなっていうのを毎回思いますね。はい、うん、っていうところで、いや初めて、クロネンバーグの作品劇場で見れたっていうところでね、貴重な体験だったなと思いますね。ちょっと部屋が暑すぎてね、カメラがすごい止まっちゃうんですけど、ちょっとどうしよう、カメラ買うのをちょっと検討してます。はい、というところですね。はい、良ければコメント、高評価、チャンネル登録お願いいたします。それじゃあまた。